レギュラーシーズンを終えてリーグ優勝、それからチャンピオンズリーグ出場権をかけた2122ジェプラープロリーグチャンピオンズプレーオフ第4節です。クルーブブルフェ対ユニオンサンジロワーズ、首位を争う2チームの対戦です。優勝はほぼクルーブブルフェ、それからユニオンの2チームに絞られています。アウェーのユニオン、三笘がまずドリブル仕掛けていく、ワンタッチで落として三笘からゴール前に迫っていきます。左から右に攻めるのがホームのクルーブブルフェです。チャンスになる、シュートだ。立ち上がりいきなりの決定機、アマニが角度のないところからまず今日最初のセーブが出ましたミニョレです。いや、サイドそらした、危ないシーンでした。セカンドボール、ブキャラン、こぼれた、バナーケン、かわした、クロス、シュートだ、ブロック、町田のブロック、決定的なピンチでしたユニオン。ウンダブ、三笘、ブキャランとの1対1、ウンダブ、ミノル止める、決定機でした、またミニョレ、0対0で折り返しています。ニールセンから三笘、前はオドイ、剥がした三笘、バンゼイルいる、三笘中行った、バンゼイルを使う、折り返した、あまり止めた、ミニョレ、またミニョレ止めました。三笘のカウンター、ドリブルから決定機、完全にかわして引きつけてバンゼール、ワンタッチで折り返してアマに詰めました。今度はクルブブルケのカウンター、町田のスライディング、あっと町田イエローカード1枚もらっています。2枚目のイエローカード、町田退場、ユニオン1人少なくなりました。合わせられた、書き出した、中央でヘンドリーに合わせられてよく守りました。ベアー、そしてバージェス、バンゼールが少し痛んで、あ、ピッチの外に出ます。2人少ない状況だ、止めた、クルブブルフェ先制、ゴールに吸い込まれました。粘っていたユニオンですが先制ゴールを奪われます。三笘、三笘、テウマ、フェルタス、ウンダベー、一人少ないユニオン決定機、ドンピシャで合ってきました、フェルタスのクロス、ウンダベー、三笘入ってきた、ニールセン、同点、追いついたユニオン、あっと取り消されました、オフサイド、ユニオン敗れました。1対0クルブブルッケの勝利、これでクルブブルッケ勝ち点46、ユニオン勝ち点43のまま、ユニオンはかなり苦しい状況に追い込まれました。